ばかすなんて気にしないわ。鼻ぺちゃだってだってだってお気に入り。おてんばいたずら大好き、かけっこスキップ大好き。私は私は私はキャンディ。ひとりぽっちでいるとちょっぴり寂しい。そんな時こういうの、鏡を見つめて笑って笑って笑ってキャンディ。泣きべそなんてさよならね、キャンディ。スタイルなんて気にしないわ。太っちょだってだってだってかわいいもん。投げ縄木登り大好き、口笛おしゃべり大好き。私は私は私はキャンディ。空を見上げているとちょっぴり寂しい。そんな時こういうの、ほっぺをつねって笑って笑って笑ってキャンディ。泣きべそなんてさよならね、キャンディキャンディ。されても気にしないわ。悪口だってだってだってへっちゃらよ。ケーキにクッキー大好き、緑のドレスも大好き。私は私は私はキャンディ。星を数えているとちょっぴり寂しい。そんな時こういうの、ウインクしながら笑って笑って笑ってキャンディ。泣きべそなんてさよならね、キャンディキャンディ。私は明日が明日が好き。素敵なことがありそうで、私は明日が明日が好き。キラキラ明日が好き。
優しい人に愛いそうで、私は明日が明日行くんだい。レイクウッドのラガンさんの家よ。ラガン家に新しい女の子が来たって聞いたけど、君のことか。あなたはスケア。今は有名じゃないけど、そのうち大発明家として歴史に残る男だ。まあ私はキャンディーよ。ごめんごめん、これアライグマのクリンよ。乗らないか、送ってあげるよ。ありがとう。ステア、大丈夫この車。これでも今日は調子がいいんだ。この間なんかタイヤが全部外れちゃったからね。その前はハンドルが効かなくなって湖にドボーン。もうどかさないでよ。あら、道が違うわ。キャンディ、君をみんなに紹介するよ。この子誰だ。ステアが女の子を連れてくるなんてね。キャンディ、僕たち3人はレイクウッドの三重師と言われているんだ。僕はアーチ。僕はアンソニー。はじめまして。イライザ、キャンディが来てるぜ。この男の子に囲まれちゃって。いいことがあるよ。キャンディ、2階の一番奥の部屋に本を忘れたんだ。買ってきて、キャンディ。一番奥の部屋ですね。僕も行こうか。アンソニーはここにいて。この部屋かしら。真っ暗だわ。クリン、気をつけて。あ、熊の巣。あ、ドアだ。まんまと引っかかったな、キャンディ。開けて、ニール、開けてよ。この部屋は幽霊が出るって噂があるんだ。
ゆっくり幽霊と遊ぶといいぜ。ミール！どうしよう。窓は全部釘付けしてあるし。誰かしら。グリーン。意地悪をされるたびにいいことがあるんですもの。